お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するベイスターズの先発はエースの今永、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。菅野降板、右の菊池今日2番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは桑原、投げた、見送ってボール。第2球打ちました、ライトの前、ワンバウンドヒット。桑原、いいバッティングを見せました。バッターは3番佐野、第9、投げた、打ちました、初球打ち。さあ、ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは4番牧、今日はここまで3打数1安打。初球空振り、第2球投げた、外角低め、見送ってストライク。これで追い込みました。投げました、1つ外してボール。第4球を投げました、縦のスライダー、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。7回の表が終わって4対0、ベイスターズこの回無得点です。ジャイアンツ悔しい敗戦です。ご覧いただきましたように、本日の試合はベイスターズが勝ちました。勝利投手エスコバー、敗戦投手大勢、西武山崎康明でございます。さて、本日のヒーローは桑原、本当に今日は大活躍でした。